五大湖地域。五大湖地域は北アメリカのカナダイコール、アメリカが州国国境を挟み、五大湖の周辺に広がる地域のことである。カナダ側ではオンタリオ州が含まれ、アメリカが州国側ではイリノイ州、インディアナ州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューヨーク州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州が含まれる。この地域は歴史、経済、文化で、 独特のものを形成している。この地域の一部は五大湖メガロポリスと考えられることもある。アメリカ合衆国域内各州とカナダのオンタリオ州及びケベック州を加えて認定した五大湖委員会は2国にまたがる生態であり、五大湖と周辺水域及び大水槽の水資源を守り保護するために特定の権を持っている。この委員会の権限はカナダ、 アメリカ合衆国両国政府によって確認されている。五大湖地域は北のハドソン湾に流れる水系、西のミシシッピ川水系、東と南のオハイオ川水系に囲まれ、五大湖を取り囲む、比較的狭い流域である五大湖盆地の地質学的形成、すなわち五大湖からその名前がある。東方にはセントローレンス川、リシュリュ川、ハドソン川、モホーク川、 サスケ花川が大西洋に向かうアーチ状の水域を形成している。五大湖地域は五大湖盆地という地理区分とは別に五大湖水域にまたがり一つ以上の湖に接するアメリカが衆国各州とカナダのオンタリオ州によって定義される地方レベル生態の単位を定義している。この地域にヨーロッパ人が入ってくる以前エリーコとオンタリオ湖の周辺には色濃い属。 残り地域の大半には、アルゴン金属が住んでおり、他にもラコタ族、オジブワ族、イリノイ族、ポタワトミ族、ヒューロン族、ショーニー族、エリー族、フォックス族、クロー族、ホーチャンク族、ミネベーゴ族などがいた。17世紀初期に、ヨーロッパ人による最初の高級的開拓地ができると、セントローレンス川、ハドソン川、モホーク川および、ハドソン湾流域で、 これらインディアン部族はフランス人、オランダ人、イングランド人商人と広範な毛皮交易を行った。アジアに至る伝説上の北西航路探検と毛皮交易の独占を目指してヨーロッパ北西部の帝国主義三国が地域の支配をめぐって激しい競争を演じた。フランス、オランダよびイギリスによる一世紀半にわたる海陸の戦争が続いた後でイギリスが オハイオ側から北極まで、大西洋からミシシッピ側までを支配した。その境界の先は、イギリス、フランス、スペイン、ロシアの間で領有権論争が残ったままだった。1759年、ケベック市近くでイギリスはフランスを決定的に破り、1763年、パリ条約により、北アメリカのフランス領だった地域がイギリスに渡った。それに続いて起こった。 ポンティアック戦争では、イギリスの領有権主張に対しインディアンの同盟が、激しく抵抗した。この時に依然として、主権を持つインディアンネーションに、大きな情報を打った。モホーク族、オナイダ族、オノンダガ族、カユガ族、セネカ族、タスカローラ族の六部族で構成する、色濃い連邦は、イギリスにも、さらに後のアメリカ合衆国にもその主権を、渡さなかった。 アメリカ独立戦争の時、この地域の領有はイギリスとアメリカ植民地人の間で競われた。アメリカ人冒険家たちは地域支配条件を有利にし、最終的にイギリスと和平条約を結ぶことを期待し、カスカスキアやビンセンズなどインディアンやヨーロッパ人開拓地を攻撃して占領した。この間フランス系住民から支援されることもあった。 1784年、アメリカ合衆国とイギリスとの間に結ばれた和平条約により、オハイオ川、ミシシッピ川及び五大湖に囲まれた地域がアメリカ合衆国に譲渡されたが、イギリスは地域にある取の支配を続け、ヨーロッパ市場に向けた最も価値ある商品である、毛皮の交易を続けた。1781年から1789年に連合会議が、 アメリカ合衆国を運営した時代に、この地域の統治に関してその権限が不明だったことを明白にする三つの条例を成立させた。一つは1784年の条例であり、将来的に統治した場合の体系を決めた。領地はその後六州に分割され、憲法上の幅広い権限を与えられ、同等なメンバーとして国家に組み入れられた。1785年条例では、 土地が分割される要領を定め、自分で農場を運営する開拓者に小さな区画を販売することが求められた。1787年の北西部条例は、五大湖の南にある州が独立時13州と同等な生態として合衆国に加盟する手続きを規定した。この条例は、アメリカ合衆国憲法を起草する前に最終形態で採択され、 当時民主主義政府と経済において、急進的実験とされたものを作り出す壮大で、理想を追った提案だった。1787年北西部条例では、奴隷制度を禁止し、長子相続性を制限し、普遍的公共教育を義務化し、入植した土地を改良する者に農地を提供し、インディアンに対しては平和的で広報的な待遇を要求した。この条例は、 国家宗教の制定を禁止し、後の権利焦点の前身となる公民権を確立した。この公民権には、残酷で異常な刑罰の免除、陪審制裁判、不合理な創作と逮捕の禁止が盛り込まれた。州になる地域は、憲法制定会議を開き、13州相当の州として加盟を申請する権限を与えられた。この規定から、オハイオ州、インディアナ州、ミシガン州、 イリノイ州、ウィスコンシン州の5州が作られた。ミネソタ州のミシシッピ側からセントクロア川までの北東部も、この条例の管轄圏内にあり、古北西部の制度と文化を両ナコダまで及ぼすことに行った。アメリカ人開拓地が急拡大したことで、インディアンとの関係が緊張し、1794年のホールンティンバーズの戦いで頂点に達した。イギリスは、 アメリカが開拓を進めれば、西部にある領地も併合されてしまうことを恐れ、1791年構成法により、カナダの植民地に限定的自治を認め、新しくローアーカナダ、原ケベック州とアパーカナダ、原オンタリオ州の二つの植民地を作った。両国の開拓と経済拡大は1825年のエリー運河開通で加速された。この運河は、 大西洋岸と古代湖地域の間の市場と商業を効果的に統合した公共事業の成功例だった。国境の両側の地域は農業機械と技術のために広大な研究と設計の実験室になった。農園主が運営する農園が人と生態系を広大な農地の広がりに変え、主に小麦とトウモロコシを生産した。ニューヨーク州西部やオハイオ州北東部では、 セントローレンス川、モホーク川、ハドソン川が販売用トウモロコシと小麦の搬送路となり、一方オハイオ川はペンシルベニア州西部とオハイオ州南部、インディアナ州、イリノイ州から農産物を遠くニューオーリンズまで運んだ。工業では主に銅、亜鉛、鉛といった軟質金属が採掘され、林業、製材業では新しい開拓地に木材を提供する。 製材書が急速に拡大された。農業と工業の生産により、独立した共和性生産者のはっきりした政治と社会の文化を生み出し、彼らが個人の自由というイデオロギー、自由市場大きな社会ビジョンを統合して、宗教的な言葉や熱心さで表現することが多かった。この地域が自由土地運動の反奴隷制度と結びつき、南北戦争では、 兵士と農産物を提供して、北軍の勝利に貢献した。ホームステッド法やモリル法は、公有地を提供して、農業経済の範囲を広げ、その後の州すべてにとって、州立大学を支援し、政法拡張と教育のモデルになった。イギリス領カナダの1866年ロンドン会議と1867年公政法は、元のアッパーカナダで起きた政治と幾分軍事的な、 創場から出てきた類推であり、アッパーカナダは、オンタリオ州という新しい姓に改名組織化された。北西部条例の規定と同様に、オンタリオ州は、奴隷制度を禁止し、土地を所有する農夫への土地配分を規定し、普遍的公共教育を義務化した。工業生産、組織、技術によって、古代湖地域は、世界でも最も生産性の高い工業地帯になった。 19世紀のインターナショナルハーベスター、スタンダードオイル、ユナイテッドスティールのような独占企業の先駆けが、アメリカの集中統合とその先の世界市場支配のパターンを確立した。この地域では、石油、鉄鋼、自動車、合成ゴム、農業機械、輸送機器などの生産で、世界最大級の集中度を示した。農業も機械化され、加工食肉、包装された。 穀物製品、加工楽製品が作られた。経済力の莫大な集中から生じた権力の分裂や不安定に対応して、工業労働者は産業別労働組合会議を組織し、農業共同運動と協力し、ウィスコンシン州知事でアメリカ合衆国上院議員も務めたロートエムラフォレットが進歩的な政策を指導した。州立大学、プロのソーシャルワーク。 失業と労働者の社会保障がアメリカ社会政策に対してこの地域が高級的貢献を果たしたものである。五大湖地域は農業技術、輸送、建設において地球規模で影響力ある技術革新を遂げてきた。サイラス・マコーミックの種まき機、ジョン・ディアの構成すき、ジョセフ・ダントの穀物倉庫、ジョージ・ワシントン・スノーのバルーン広報は 国際的に重要な影響を与えた例である。ケースウェスタン、リザーブ大学とシカゴ大学は原子力を開発する人材育てた。オハイオ州とインディアナ州では自動車生産が発展し、ミシガン州のデトロイトを中心にした。ヘンリー・フォードの移動できる組み立てラインは食肉加工の経験を生かしたものであり、農業機械生産や成功技術とともに大量生産の時代を革新した。 シカゴを本拠にするモンゴメリーウォードやシアーズローバックは大量生産時代に応じた大量小売流通を発展させた。シカゴとデトロイトは建築の分野でも重要な役割を果たしたウィリアム・ル・バロン・ジェニーが世界初の高層建築建築家となった。シカゴのホームインシュアランスビルは建物に鉄骨を用いたので最初の高層建築である。 シカゴはその時から技術的な革新により、東大の都市と商業建築の世界で最も影響力ある震源地となった。それほど有名ではないが、同じくらい影響力があったのが、1832年、シカゴにおけるバルーン工法の発明であり、それまでの木組みが重い針を使い、製材技術を必要としていたものに置き換わった。この新しい木材は、 農夫や開拓者でも釘打ちで組み立てられ、西部の草原や平原で家や納屋を建てるために使われた。ウィスコンシン州生まれでシカゴで訓練されたサリーバンの弟子フランクロイド・ライトが商業用スカイライトアトリウムから郊外の牧場家屋まで建築のプロトタイプを作り上げた。近代の交通手段として貢献したのがライト兄弟の飛行機であり、また 古代古貨物船や枕木と構成レールを使った鉄道路障もあった。19世紀初期のエリー運河や20世紀半ばのセントローレンスシーウェイは水上交通のスケールを広げた。農業共同組合は19世紀の農場を結びつけ、地域全体の田園不政治経済と文化の大半を定義する農業共同作業を作り出した。同友会、民族及び 市民の組織が共同事業を拡大し、保険会社から児童養護施設や病院まで地元企業を支援した。この地域は政治的地盤であり、地域政党で指導力を発揮した。この地域の制度的に大きな貢献は、大会社、労働者、教育、共同組織である。19世紀後半と20世紀初期の独占時代には、全国にも、 国際的にも影響力ある会社がいくつかあった。例えば、ジョン・ディア・プロー、マコ・マック・リーパー、ニューヨーク・セントラル・アンド、エリー・鉄道、カーネギー製鉄所、US ・スチール、インターナショナル・ハーベスター、スタンダード・オイルだった。これら大企業の経済と政治の力に対する民主的なバランスを取るものとして、工業労働者の組織、農業共同組合、中立教育体系があった。 ビッグ転換カンファレンスの存在により各州が主要な研究、技術と農業、教員養成のカレッジや大学を講演することで最初の地域になった。産業別労働組合会議は地域の石炭と鉄の鉱山、鉄鋼、自動車、ゴム工業から育った。ストライキはオハイオ州、インディアナ州、ミシガン州で激しかった。第二次世界大戦中、この地域は 自動車、トラック、ジープなど、陸上自走車を生産し、航空産業には、エンジン、トランスミッション電気部品の供給者になった。極端に労働力不足になったが、機械化を進め、女性や移民の労働力を導入し、食料生産も増やした。船で行くことのできる地形、水路、港が地域全体に、前例のないような交通インフラの建設を加速させた。 地域は先進工業と研究開発のリーダーであり、制裁工程や事業組織に大きな革新をもたらした。ジョン・ロック・フェラーのスタンダードオイルは価格の中央監視、均一な物流、制御された製品標準の前例を作り、クリーブランドの統合製油所として始まった。サイラスマ・コーミックの種まき機や、その他農業機械の製造者は、シカゴで、 インターナショナルハーベスターとして統合された。アンドリュー・カーネギーの成功技術は大規模な経路とベッセマー法を統合して世界で最も効率的で利益の出る成功書を作った。世界でも最大で最も包括的な US スチールは地域の高生産を統合した。世界の大雇用主の多くが五大湖地域で始まった。 近代的な意味でのマスマーケティングもこの地域で始まった。モンゴメリーウォードとシアーズローバックという二つの競合をするシカゴの小売業者がマスマーケティングを発展させ、カタログによる通信販売を行い、消費財の供給者としてそのブランドを築いた。地域の自然景観、文化制度、およびリゾートが人気ある観光地を作り上げた。水路の利便性。 高度に発達した輸送インフラ、金融、発展する市場があることで、地域は自動車生産と地球規模企業の指導的存在になった。ヘンリー・フォードの移動できる組み立てラインと統合化された、生産は自動車製造のモデルと標準になった。デトロイト地域は世界の自動車の中心として浮上した。オハイオ州、アクロンはタイヤに対する需要によって、 ゴム製品の世界的指導者になった。五大湖から年間2億トンの貨物が出荷されている。ブルッキングス研究所によれば、五大湖地域が一つの国としてあるならば、その経済は地球上の最大規模となる。地域の総生産は4.5兆米ドールである。五大湖メガロポリスと呼ばれる地域には、推計後、400万人が住んでいる。さらに、カナダのケベック州で、 再西のモントリオール都市圏は、この地域とセントローレンスシーウェイを結んでいることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。